こんにちは、速稼塾の久保です。世の中にはいろんなビジネスがあるものですね。その中でもとかくですね、人のこうね、なんか欲望といいますかね、夢とかね、そういったものに根ざしたものがビジネスになるケースが結構多いものです。今日はですね、2つのビジネスモデルを紹介したいと思います。最初に断っておきますが、これは詐欺ではないとは思います。やっぱりそれに納得してですね、参加する方もいらっしゃいますし、かくいう私もその一人なんですよ。今日ご紹介するのはコンテスト商法っていうのが一つ、ね、歌とか踊りのコンテスト、これがビジネスになってるっていう形ですよね。ちょっと後で聞いたら、あ、そうなんだと思いますよ。もう一つはですね、取材商法ですよね。まず取材商法のことからお話します。ある企業から会社の代表に電話がかかってきます。ブルブルっとこんにちはってかかってくるんですよね。それで、芸能人の何々さんがあなたの会社を取材したいと言ってますので、ぜひ対談の機会を設けてくださいませんかっていうふうに持ちかけてくるんですよ。そしてですね、どんな芸能人がなのかなと思ったら、やっぱりね、それなりの名のある人なんですよね。で、それはいいじゃないですか、ぜひ弊社の方にお越しくださいっていうふうに申し上げると、この取材にはすいませんけども、会社の方からね、協力金をいただきたいんですってことで、まあ5万円ってことをね、持ちかけられるんですよ。まあ5万円払えばあの芸能人と会えるんだったら、そして記事にしてもらえるんだったら全然いいなと思って、いいですよと言ってアポイントメントを取るんですね。で、アポイントメントを取った当日に本当にね、その芸能人の方が私の会社に来たんですよ。これも私の体験ですよ。私の会社に来たんですよ。で、私の会社に来て、じゃあこれ取材費です、5万円ですって渡そうとしたら、それは最後でいいですよっていうふうにして一旦断られるんですよね。で、いろいろと話を詰めていく中で、私はもう芸能人の方と楽しくってお話しちゃうんですよね。ずっと憧れてた人ですから。で、お話が弾んだところで、じゃあそろそろ取材にしましょうか。で、久保さんね、会社の枠で、この5万円の枠はこのページに3行だけ書くところがあるんですよ。ってかね、あれ？ただこれだけ？って感じだったんですよ。で、もし1面だったら、これはね、20万なんですって言って、あ、雑誌1面、片面がですね、20万なんですよ。で、写真付きで記事をパーッと書いてくれるんですよね。いや、20万だったら、まあまあ、まあ高くはないなと思ったんですよ。あとね、関東特集だったら5ページから見開きで、これは150万ですっていうふうなお話になってくるんですよね。で、きっとそこの関東をね、一番埋めたいと思うんですよ。でも私もね、まあどんな雑誌か分かんないけども、結構綺麗な雑誌なんですよ、企業誌で。で、それに自分の記事が載るんだったら、たとえ150万払ってもそれはね、使い方によっては元取れるなと思ったんですよ。ただその時には手元に150万がとてもないような状態だったんで、私は一応ね、10万円の枠でお願いしたんですよ。10万円の枠は、まあ、この1ページのうちの8分の1で、まあ、記事はね、そこそこ載せてくれるんですよ。まあ、そこで私とその芸能人の方が握手をしているところを載せてくださって、まあ、私としてはまあまあ大満足だったかなってことです。さあ、ここでビジネスどういう商法かお分かりですかね。最初はあなたの会社を取材したいというふうに持ちかけてきて、なぜか私がお金を払ってるんですよね、ということは私はね、広告費を払ったってことなんですよ。自分の会社を宣伝するための広告費を10万円払ってしまいましたってことなんですよ。でもまあ私がね、納得して、まあ悪くないなと思ったんで払ったからいいでしょ。でも持ち帰り方すごく上手じゃないですか。最初に御社の広告をうちの雑誌に載せませんかって言ったら、いやいいよって断られる可能性が非常に高いですからね。で、私としてはその有名人芸能人と一緒に雑誌に載ったっていう思い出が残って、それから、ね、今でも本当に思い出になってますんで、全然損はないかなと思います。ついでにその芸能人の方と LINE の ID を交換して一緒にビジネスやろうかっていう話にもね、なってますんで、これはね、楽しみだと思いますよね。だから結局商売持ちかけられた時にどういうふうに自分が使っていけるかっていうね、その勝負なんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つなんですけども、オーディション商法っていうのがあります。例えばね、インターネットの SNS とかに広告が出るんですよ。あなたの夢を叶えます、ボーカリスト募集、未経験可能ってやるわけですよ。で、そこに全国からいろんな方がね、あ、事務所に応募しようかなと思って応募するわけですよ。で、第一次審査は大体みんな通るんですよ。第一次審査ね。で、審査に通ったら、今度はね、まあ、どっか東京かどっかで来てください、事務所に来てくださいってなるんですよ。そこで第二次審査があります。これは真面目に審査するんですよ。で、審査に通りますよね。てっきりね、一人の人が通るのかと思ったら、結構みんな通るんですよ。半分ぐらいの方が通るんですよ。で、通った方はどんな権利が得れるかというと、まあ映画の主題歌とか、なんかね、 CM ソングの契約ができますよっていうふうな最終ゴールがあるわけなんですよね。
でもそこに行くまでに1年間のレッスンが必要ですってなって、レッスン代はもちろん合格した私たちの負担なんですよね。1年間で150万から250万のレッスン代がかかります。まあそれはそんなに高いとは思わないんですけども、結局これは何かっていうと、そのスクールの生徒の募集なんですよ、これは。でオーディションという形である程度振り分けられて、目のある方だけが事務所の候補生として練習生になれるというね、そんな形で、その事務所が経営している、なんですかね、トレーニングスクールの生徒がバシッと集まるって形ですよね。ですから生徒募集ってやるとね、まあ、それでも同じ形なんですけども、生徒募集ってやるよりもオーディションしますよってやった方がちょっと心にね、こう引っかかるんですよね。だからこれはコピーライティングの勝利だと思うんですよ。だからどっちも詐欺でも何でもなくって、やっぱりどういうふうにね、お客様の心をつかむか、そしてお客様の夢を叶えてあげるそのパートナーになるように持ちかけていくかってことだと思います。でこういうふうにね、世の中にはずるくはないんですよ、これは全然。そういう上手な方法で視聴者さんとか読者さんの気持ちを傷つけないのに、それよりも夢を尊重してやってみようかなっていうふうにモチベーションを立てながらですね、払う費用も惜しくないっていうふうに感じさせながら、本当に寄り添ってくださるようなビジネスモデルっていうのがあるんですよね。これを引っかかったって感じるか、それともでも自分にはその可能性をかけるだけの意義があるんだって感じるから、これ人それぞれなんですよ。ただ運営してる方は、やっぱりね、まあ、純粋な気持ちもあり、そしてどうやったら多くの人に自分たちの会社のプロジェクトに参加してもらえるか、お金を落としてもらえるかってことを真剣に考えた結果だと思うんですよね。だからあんまり足詰まに言うこともないですし、ただ上手なアプローチ方法だなと思いながら、いろんなねビジネスをこれからも見ていこうかと思っております。ということでございますね。私もそういえばね、オーディション最近ね受けてるんですよ。歌のオーディションね、ものすごく関係もいいんで、東京に行ってオーディションになるかもしれません。で多分ですね、そこで合格してもすぐにデビューって話じゃなくって、レッスンを受ける期間東京に通ってくださいねみたいな話にはなると思うんですよ。で世の中が見えていればそういうことを前提で盛り込んで自分でエントリーするかどうかってことを決めれますんで、まあ自己責任かなと思うんですけども、ただやっぱり中学生とか高校生の子はそういうの分からないんで、合格したんだでもレッスン代がかかるお願いってなるわけなんですよね。まあ、それは全然悪いことではないです。ただそういうふうな仕組みがあって、そこに乗っかって、で狭きもんだよって、それにかけるだけの情熱があるかどうかっていうことなんですよね。やっぱりこう誰かに強制されるわけじゃなくて、自分で選んでその道を行くわけですから、後で騙されたみたいな泣き言はね言わないように、こういうふうな方法で生徒さんが集まってるんだよって、そしてその中の一人があなただよっていうふうにね、やっぱこうビジネスの仕組みを教えてあげれて、でその仕組みも込みで納得して、夢に向かってやっていただければいいなと思いますよね。まあいくつになっても夢を追う姿ってのは結果にかかわらずものすごくね美しいな、励ましたいなと思うばかりでございます。まあ何でもかんでもね、ひねくれた目で見なくていいってことなんですよ。やっぱりこう良かれと思ってやってる部分が必ずありますんでね。いや、いろいろあるもんですね。では本日は以上です。